日本高龄化是居全球之冠，多数的日本民众希望可以在家走完人生的旅程。如何提供一个医老共生的环境，也是日本政府跟医界一直在努力的目标。在日本被称为第三医疗的在宅医疗，是日本政府在制定政策、法令或给付上积极鼓励的趋势。今天我们要带您走进东京最大的在宅支援诊所优享会。优享会从2006年成立时，只有一间诊所照顾20位在宅病患。17年后，已经成为东京最大的在宅支援诊所。24家的诊所在东京圈加上离岛，照顾8000多位病患，提供365天24小时的照护。优享会照顾的病患，在没有接受在宅医疗之前，每位病患一年平均要住院约 41.1 日，而透过在宅医疗介入后，只需要 13.1 日，每人可以减少约30天的住院时间，省下大约90万日元的住院医疗费。8000名个案可以省下大约72亿日元的住院医疗费。优享会照顾患者，有的是癌症等重症患者，为了提供必要的照护，需要提供24小时医疗体制，营运成本相对也非常高。他们是怎么做到医老共生的目标？独立特派员记者李琼月、袁红书来自日本的观察。东京最大在宅支援诊所优享会。そうですね。今はですね、24個あって、で首都圏で東京とその周辺に20箇所、それからあとは離島とかですね。3400人的医疗团队全年无休照顾8000多个个案。で、その自宅で発生する患者さんの医療ニーズの全てに自宅で対応しよう、可能な限り自宅で対応しようというものです。なので私たちの医師は基本的に全てが総合診療医で、基本的には全部に全ての病気を家で見られる体制を作ります。夜間假日緊急状況、值班医师24小时无缝接轨。はい、今診察しまして、とやっぱり誤嚥していて、で酸素の値もちょっと90切るような感じだったので、今施設夜間その吸引できないっていうことだったので、今我々の方で吸引させていただきました。今3つ目が確実な24時間対応。やっぱり多くの高齢の方々は夜具合が悪くなった時に見てくれるお医者さんがいないから、結局救急車を呼んで病院に行ってしまったりっていうのが多いんですけど、なのでこの20時間帯ってとても大事だと僕は思っています。东京圈有3500万人口，是台湾人口的 1.5 倍。东京不只拥有最多的医疗与住院资源，随着高龄化脚步加速，推动在宅医疗更是不遗余力。七月上旬，我们造访了东京最大的在宅医疗支援诊所优享会。一早，创办人佐佐木医师开始他一天的访视行程。车子离开新桥区往千叶方向，上车后，佐佐木开始忙碌。除了赶文章、浏览优享会电子病历资讯系统 HOMIS 以及医疗站的讯息分享，以便全盘掌握状况。今日は木曜日なので、今日は午前中に特別養護老人ホームという非常に介護度の高い人たちが入っている高齢者施設の診察をして、午後は個別の患者さんのお宅を回る予定です。一个礼拜五天的访视行程中，佐佐木有四天到千叶市的道毛诊所出任务，同时他也是这间诊所的院长。而他一天可以跑多少个行程呢？施設の場合ですと半日に30人ぐらい、で在宅の場合ですと半日にまあ5人から多い時で10人ぐらい。
优祥会诊所道毛原来是一间名为生活俱乐部风之村原生诊疗所，三年前由优祥会接手照顾当地民众的健康，属于机能强化型的在宅医疗诊所。おはようございます。今日13歳。昨日21時42分に38度の発熱ということで往診に行かれていますけれども、もうかなり大きくなってきているということで、うちは今まだ静かなんですけど、三原さんの情報でこの近隣の発熱外来がかなり繁盛しているという感じらしいので、うちもいつ来るかわからないので、またあの心積もりでお願いします。まあ輸血ちょっと希望されてる感じだったので、またおいおい相談ですけど、もしかしたら今後ちょっと輸血の方お願いさせていただくかもしれないかなってところで、よろしくお願いしますと。はい、ただ薬は確定診断じゃないと出せないので、うん、じゃあ発熱者は一応しばらくきっちりと抗原検査していくようにしましょうか。はい。诊所里有15个员工，包括医师、护理师、医疗助理、湘潭员等，负责照顾10公里范围内400多个个案。在这间诊所里，在宅病患占了60%，其他40%来自老人机构的个案。此外，道毛诊所也跟外部96个单位合作。診察に来ました。あ、そうなんだ。はい、失礼します。何か変わったことありましたか？いや、特にはないですか？はい。汗かいてませんか？大丈夫です。大丈夫ですか？大川荣子阿嬷今年100岁，是乳癌患者，做过手术复健后现在比较有元气，但因为前一阵子出现贫血晕眩的现象，现在正针对她的贫血问题进行治疗。 OK。 痛んでしょ？いや、まだ刺してないですよ。はい、じゃあ1、2、3。痛い。終わりました。ありがとう。大川さんはもともと進行した乳がんで、で、あの今も結構実は元気に長生きをされてます。ただ病気はあるんですけど、そんなにもう長生きできないのは分かってるので、あんまりこの病気があるからちゃんと治療しましょうみたいなことはやってないんです。ただ実はあの腎臓の機能が落ちていて、それに伴って貧血があるんですね。で、貧血は進むと例えば息切れをしたりめまいをしたり日常生活に影響が出てくるので、貧血だけは治療しようということで注射の造血剤の治療をしています。ではすいません、失礼いたします。2006年，优祥会从一间诊所照顾20位在宅个案开始。成立初期，希望把东京23个区变成一个医疗区。17年后的优祥会已经成为东京最大的在宅医疗支援诊所。根据2022年的报告，优祥会的诊所遍及首都圈，以及爱知县、冲绳、鹿儿岛等20几个据点。照顾个案也从2022年的7000多人，到今年已经突破了8000人以上。今はですね、24個あって、一つのクリニックが複数の区をカバーしている地域もありますし、一つの自治体の中に2つクリニックを置いているところもあります。はい。どうですか、調子は？足はむくみはなさそうですかね。あんまりないですかね。はい、大丈夫そうですね。こっちも問題ないかな。はい、いいでしょう。91岁的金木阿嬷曾经因为骨折而卧床，3年前接受优祥会的在宅医疗照顾，状况改善很多。现在可以在家里自行移动。そうですか。なんか先生ね。はい。ここは唇がね、ちょっとここ。だからそれをちょこっと塗ったりしてるんですけど、うん、それでそれでよくなりますか？塗ったら変わらない？あんまり変わらないですね。あんまり変わらないんですか？
ちょっとだからね、ここが痛かったりするんですけど。痛かったりするんですね。なるほど。違うお薬試してみますか。由于金木阿嬷还有慢性病跟高血压的问题，优享会一个月会定期访视两次。阿嬷今天特别为自己梳理了满意的发型。なんか非常に高齢なんですけど、まあ元気になってきているので、一応まあこういう病気も一応治療ちゃんとしましょうということで、息子さんとも相談をして決めて、一応いい状態で維持ができるように、まあ、薬を微調整しながら使っています。そこで買い物したりぐらいはできるぐらいになっています。脊椎を手術してるもんですからね、あちこち足が痛くてもう歩行困難になっちゃってるんですね。で家の中もちょっと杖ついたりなんかして歩いたりなんかして、そうですね、来ていただいて助かってます。はい、じゃあお薬出しときます。ありがとうございます。はい。优享会现在有100多位医师，可以提供一步到位的综合性治疗。负责夜间、假日值班的医师也有37位。在宅総合診療。なので私たちの医師は基本的に全てが総合診療医で。基本的には全部見る、全ての病気を家で見られる体制を作りますと。で、一つは患者さんの価値観を中心とした医療、患者さんがそこから先どういうふうに生きていきたいのかとか、患者さんにとって大切なものは何なのかをしっかりキャッチした中で、まあ、あくまで医療は患者さんたちの生活や人生を支えるための一つの道具として、はいはい、提供24小时无时差的夜间诊疗，也是优享会的一大特色。やっぱり多くの高齢の方々は夜具合が悪くなった時に見てくれるお医者さんがいないから結局救急車を呼んで病院に行ってしまったりっていうのが多いんですけど、ただこの人たちは救急車を呼んで病院にいたからといって病気が治るわけではないし、できたら最後は自宅で過ごしたいって言ってるのに病院に入院しちゃったら家で死ねないっていうことが起こるので。なのでこの24時間対応ってとても大事だと僕は思っています。永岛先生住在老人公寓，有糖尿病史，目前接受日照服务与在宅医疗。結構あちこち生傷が絶えません。足は変わらないですかね。はい、組はこんな感じね。はい、こっちは大丈夫そうですね。はい、いいですね。ちょっとおしっこの出口が前立腺が大きくなって、まあ、詰まってしまっておしっこが出せなくなったので、今尿道留置カテーテルというのを入れて、でおしっこが滞りなく出るように管理をしています。彼の場合は一応まあいくつか持っているもともとの高血圧とか糖尿病とかの治療に加えて、まあ、尿道のカテーテルを定期的に交換し、あとはまあ心臓とか血管の病気が悪化をしていないか定期的に超音波などで確認をしながら、そういう時は夜中でも呼ばれると言ってその場で交換したりとか。墙上24小时的紧急联络电话，永岛先生说他最近打过一次。これ平常ボタンがありますけど、これを押して先生呼んだことあります。今もうこっち専門ですから、だからこっちの先生に先生をこの医療全権任せてるんですから。そう、じゃあ今度はいつ？今度はね、2週間後に来るのが、うん、7月の10 21日ね、うん、からちょうどそこで帰るのかな。大丈夫ですよ、安心してくださいね、大丈夫。じゃあ長嶋さん、次回は7月21日、この日にカテーテルの交換をします。はいはいはい、一応書いておきますね。はい、お願いします。はい。はい。优享会照顾的个案中，以2022年来说，定期访视有106000多件，而需要紧急处理也有34000多件，包括紧急网诊以及电话问诊。インターネットにアクセスするとこういうカルテの画面になり、ここからログインしますとホーム画面というところに行きます。これは例えば昨日の夜の6時から朝の9時まで当直の先生がどういう対応したのかっていうのがここに全部
共有されています。これ病院からの紹介状ですけど、まあ、こういうのが有享会之所以有如此高的效率运作，关键来自公司独立开发的电子病历系统 HOMIS， 大幅提升了照顾团队的效率与品质。透过这张图表可以看得更清楚，左边是优享会团队使用的电子病历系统与资讯平台，右边则是专门为医疗人员开发的医疗站，可以跟外部进行讯息分享。有别于台湾的医疗人员大多使用赖群组，在资讯安全上更有保障。はい、でその中で佐々木先生がいつもおっしゃるやっぱり出会った人を幸せにっていうその優勝会の理念があるんですけど、一緒にこうサポートしていく伴走していくっていうところは目指しています。組織としては達成できていると思います。家でいっぱいやらなきゃいけないってことではなくて、あんまり医療のことをしなくても患者さんたちが病気とともに共存できるような状況、地域で暮らす人たちが最後まで死ぬまで安心して暮らし続けられる状況を作れるかっていうのがとても重要なことだと思っていまして、佐佐木花了17年时间一手建立的优享会模式，成为各界取经对象。此外，优享会一年创下45亿日元经营绩效，相对的也为日本的住院医疗资源节省了大约72亿日元。它的夜间急诊发挥了什么样的功能？我们继续有深入观察。佐佐木曾经应邀来台分享经验多次，不管是优享会独家开发可以提升医疗效率的电子资讯病历系统，或他的夜间急诊，都值得台湾参考。下礼拜我们会继续观察优享会的夜间急诊是怎么运作的。现在先休息一会儿，马上回来。